11日の月曜日生まれの人までが今回投票に行けます。つまり、今の17歳でも7月11日が誕生日の人、7月10日、7月9日、7月8日が誕生日の人は選挙に行けます。でもう一個あって、選挙に関わるということについての規制なんですけども、ここも今回の選挙から18歳の方はできるようになりました。でもですね、ここの18歳っていうのがですね、選挙に行って投票ができる4月11日までの人ができるのではなくて、今回選挙期間が始まるのが6月22日ですね。なので6月22日から順々に18歳の人が選挙に関われるということになるんです。わかりやすく言うと、今17歳の人が、例えばですね、6月23日生まれの人は前日の6月22日から選挙活動ができます。6月25日生まれの人は6月26日から選挙活動ができます。なので今回投票に行ける人、例えば7月11日生まれの人は投票には行けるけれども選挙の活動はできないんですね。ここはちょっと注意してください。でもう一つ、あるのが、選挙の運動ができる期間で、まずそもそも選挙の運動って何だろうということを、ちょっと考えているんですけど、具体的に言うとですね、例えば、どこどこの選挙区の誰々さんを勝たせようとか、誰々さんを投票して当選させようとか、具体的な個別の候補者名を特定の選挙で投票しようっていうのが選挙活動になります。でこれができる期間がですね、延々に長いと、まあ、体力のある人、お金のある人がどんどん知名度を入れちゃうので、フェアじゃないだろうということで、まあ、選挙が、公職選挙ができた当時に規制がかけられました。で今回の選挙期間は6月22日から投票日が4月10日ですので、6月22日以降じゃないと、今言った、誰々さんに投票しましょうという活動はできないことになります。でお尻も問題なんですけど、7月10日は投票日なので、この日は選挙活動はできません。なので、7月9日の夜の11時59分までが選挙期間です。なので、6月22日から7月9日まで選挙活動ができるということに注意してください。もう一個注意したいのがですね、インターネットを使った選挙です。皆さん、Twitter とか Facebook とかいろいろあると思うんですけれども、こういうものを使った選挙活動も6月22日以降しかできません。その前の期間は、例えば予定候補者とか、あるいは政治活動をしている人を、こういう人がいるよっていうことはできるんですけれども、その人が選挙に出るから投票しようねっていうのは、公職選挙法上は認められていませんので、注意をしてください。同じようにですね、北海道の補選がこの間あって、京都の補選がありましたけれども、ツイッターの顔写真のところに、誰々みたいな、こう、マークをつけている方がいらっしゃると思うんですけれども、あれで具体的な候補者名を変えたりするっていうのも、6月22日からでないとできません。あと、7月10日もできません。ので、ここは注意をしてください。もう一個注意した方がいいのがですね、メールを使った選挙運動が基本的にできないということです。どういうことかというと、メールアドレスを使った選挙運動ができるのは、候補者か政党だけに限られているんです。なので、皆さんは普通の有権者ですから、メールを使った選挙活動できません。でも、公職選挙法ってちょっと変わってて、いわゆる SNS を使った、やり取りが全然認められているんです。具体的に言うと、Facebook の自分の投稿であったり、いいねであったり、シェアであったり、あるいはメッセンジャー機能も使えます。LINE の普通のやり取りもできます。で、もう一個できるのが Twitter の普通のつぶやきとかリツイートとか、あるいはダイレクトメールですね。これも6月22日から7月9日までは普通にできますので、やっちゃいけないのがメールアドレスを使って、まあ、投稿する。投稿というか、メールを送るというのができない。で、結構ありがちなのが、まあ、自分が支持したい候補者の方から、候補からメールが来るので、メールがバッと来て、どこどこの地域で何やりますみたいなメールが来るかもしれません。これをメールで転送しちゃダメなんですよ。なので、変わってるんですけど、SNS だったらできるので、SNS を使ってやるしかない。このあたりですね、市民連合の方のホームページにも載ってます、この投票ガイド、こちらの12ページと13ページにかなり詳しく書いてありますので、インターネットの市民連合のホームページからも落とせると思います。
インターネット上の市民連合のホームページに載っている投票概要の部分ですね、この部分を見てください。でもう一個全然関係なくできることがですね、投票率を向上させようというアクションです。これはですね、別に誰々を受からせてくれとかじゃなくて、投票率を上げましょうという感じですね。これは選挙期間に入ったら、いわゆるその市役所とか総務省の名水君という人間がいるんですけど、投票率上げましょうみたいなので結構緩い感じで実際やっていると思うんです。あれ全然できてますよね。っていうのと同じように候補者を流水させない形で投票に行こうというのは全然いつでもできます。これは別に今からでできる話です。なので時期によってできること、つまり6月22日の前にできることというのは、いわゆる政治活動の部分と、あともう一個が投票率をアップさせようという活動になります。なので時期でできることと、あとやることの中身ですね、このあたりを注意してくださいということをですね、話し出すとですね、多分すごい時間かかっちゃうので、実は私ちょっとカミングアウトすると Twitter をやってなかったんですけれども、さっき午後の2時ぐらいにですね Twitter アカウントを作りましたので、公職選挙法について7月10日までつぶやいていこうと思いますので、弁護士竹内しおりで検索していただいたらちょろちょろ出てくると思いますので、やっぱりやってると分からないことだらけだと思うんですね、選挙って。で、これをやっていいのか、やってはダメなのかってすごい迷うと思うので、そういう時に身近に聞ける存在が何人かいてもいいのかなと思うので、新しい試みとしてやってみようと思います。あと、これは選挙前と選挙後を通じて絶対にやっちゃいけないこと、これだけ覚えればいいんですけど、お金のやり取りをしないということです。よくあるのがですね、選挙ってですね、年齢がバラバラなんですね、選挙をやろうという人、同じ候補を応援する人。で、そういう時にですね、ちょっと年上の方がですね、若いやつに、今日頑張ったからじゃあ飯でも食おうかって言って怒っちゃったらもうそれでアウトですから、良かれと思ってやったことはですね、候補者だけじゃなくて、周りの一緒にやってる人の足も引っ張ることになりかねないので、とにかく割り勘でやってください。とにかく割り勘。これを覚えてください。で、お金はもう本当にボランティアですから、皆さん。ボランティアはここがボランティアでやると。で、あとは、その、選挙事務所に行ったりとかして、何か手伝うのであれば手伝えばいいですし、あるいは SNS を使って拡散をしたいのであれば、その、立派な選挙に関わるということです。で、実は困ったら結構ですね、選挙管理委員会に、普通に一般人ですけど、これやっていいですかって人が結構教えてくれます。なので、Twitter で弁護士に聞いたりとかでもいいですし、展開に電話するのもいいですし、困ったら一人で抱えないということが大事だと思いますので、ぜひ最後までそういう形で安全な形でできるようにサポートしていきたいと思います。というわけで弁護士からの説明は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。